ストレア？どうしたんだその姿。私ってピクシー姿にもなれるんだよ。へえ、まあユイとほぼ同じデータ構成だからナビゲーションピクシーになれてもおかしくはないか。さーて、キリトの肩に乗って。自分で飛ばないのか？うん、キリトの肩が居心地いいからね。そういう風に言われるといたずらしたくなるな。そっちがその気なら、えい！なんか服の中に入るなよ。いや、くすぐったいから。さっきの仕返しだよ。な、やめ。ストレア、俺が悪かったから出てきてくれ。私を振り落とそうとしたこと。反省した？ああ、こんな目に遭うならもう絶対にやらないよ。ふーん、じゃあこのくらいにしてあげようかな。そうしてくれ。というか、いつまで俺の首元にいるんだ？肩がダメみたいだから、ここを私の特等席にすることにしたんだ。勘弁してくれ。とリーファって私にはただの兄弟っていう関係だけには見えないんだよね。え？ただの兄弟以外に何があるって言うんだ？もしかして禁断の兄弟愛とか？はい。それだったら腑に落ちるんだけど、どう？図星？違いますよ。本当に？動揺するところがますます怪しいな。確かに私とお兄ちゃんは血はつながってない兄弟だけど、それ以上のことなんて何も。え？おいすぐ。はっ！どういうこと？今さら隠してもしょうがないか。俺は生まれてすぐに両親が死んで、母親の妹夫婦である桐ヶ谷家の養子として引き取られたんだよ。だから俺とすぐは、厳密にはいとこということになるな。そうだったんだ。だけど血は繋がってないとしても、妹だってことには変わりはないし。お兄ちゃん、なんかごめんね、からかったりして。気にしなくていいよ。フィリアがそういう風に思ったってことは、それだけ仲良く見えたってことだろ。 SAO に囚われるまではすぐとはほとんど喋らなかったんだ。でも今は違う。今まで離れてた分、少しでもすぐとの心の距離を縮めたいと思ってるんだよ。お兄ちゃん、そんな風に思ってくれてたんだね。これまで寂しい思いをさせたからな。ちゃんと向き合っていけるように頑張るよ。うん。やっぱり二人は兄弟なんだね。今のやりとりを見てたら、すごくお互いを大事に思ってるんだって分かったよ。キリトの言葉はこっちが恥ずかしくなったけどね。確かにそうですね。あんまり他の奴らには言うなよ。勝った。
さてと、必要なアイテムは買い揃えたし、あとは…キリトくーん！ん？ああ、アリシャさん。黒ずくめのスプリガンくんは遠目に見ても目立つね。買い物？ああ、次のクエストに備えた買い出しだよ。アリシャさんこそ、一人で何をしてるんだ？別に、ちょっとした気分転換だよ。ここには面白いものもたくさんあるしね。ああ、これあげるよ。何かを口に突っ込まれた。これはチュロス？よくわかんないけど、そこのお店で買ったんだ。これ、なかなか美味しいね。確かにうまいけど、いきなり口に突っ込まないでくれ。ごめんね。領主様が食べさせてあげるなんてめったにないことだから、多めに見てほしいな。はあ、そうだ、お詫びに君に面白いものを見せてあげるよ。面白いもの？うん、ここじゃちょっと見せられないから場所を移動しようか。ああ、わかった。だいぶ人気のない場所まで来たな。何を見せるつもりなんだ？ここら辺でいいかな。じゃあ始めるよ。なあ、この詠唱は聞いたことのないスペルワードだな。なんだ、俺たちの周りだけ急に暗くなっていくな。いきなりアリシャさんの前に光が集まって、あの形は。よし、成功。これって鏡か？うん、でもただの鏡じゃないんだよ。ほら、鏡の中を見てみて。何かが映ってる？どこかの部屋みたいだけど。うん、執務室だね。執務室？なんでそんなものが。あ、人がいるぞ。あれは、サクヤさん？君は、キリトくんか？やっほー、サクヤちゃん。ルー、お前の仕業か。ごめんね。あの、これってどういう。これは、月光鏡って言ってね、闇属性の上級魔法なんだよ。この魔法を使うと、鏡を通して遠くにいる人と会話ができるんだよ。へえ、すごいな。でしょ？とりあえず、サクヤちゃんを映してみました。とりあえずで人のプライベートを覗くな。それより、わざわざ月光鏡を使って何の用だ？特に用はないよ。キリト君に鏡を見せてあげてるだけ。まったく、人のプライベート空間を勝手に映すでない。あはは、サクヤちゃんは厳しいな。それはそうと、キリト君とくっつきすぎじゃないか？そうかな。だってこうしないとサクヤちゃんの顔がちゃんと見えないんだもん。あ、ちょっと。もう少し付き合ってね、キリトくん。ん？何か言ったか？なんでもないよ。アリシャさん、完全にサクヤさんのことをからかってるな。そうそう、今からこの子とデートなんだよ。え？な、デートだと？ルー、いつからキリトくんとそんな親密な関係になったんだ？へえ、サクヤちゃん気になるのかな。そんなわけないだろう。私はただ漁師がそんな軽々しい行動をとると種族の統制を乱すというか。大丈夫。どこからそんな自信が出てくるんだ。うん、早くしないとデートの時間がなくなっちゃう。またね、サクヤちゃん。あ、ちょっと待て、まだ話は終わってない。
鏡が消えた。それに周りの空間も元通りだ。楽しかったね。さくやちゃんの慌てふためく姿を見られてよかったよ。後で怒られるんじゃないか。まあその時はその時だよ。さて、さくやちゃんで遊んでたらこんな時間になっちゃったな。これからデートしたいところだけど、今日は一回ケット資料に戻らなくちゃ。さっきの話本当だったのか。ん？君はどう思うかな。どうって言われても。困った顔も可愛いね。は？もうちょっとからかいたいけど、また今度にしようかな。今日はじゃあね、キリト君、また遊ぼうね。はあ、嵐のように去っていった。さすが領主様って行動力だよな。きっとああやってみんなを引っ張っていく人なんだろうな。中断してたダンジョン攻略を再開しに行くか。あの合体した鍵で入れるダンジョンを探すんだよね。どこかしら。砂漠の島に行ってみましょう。スイッチのようなものがないか探してみましょう。何も見つからないわね。何か情報を集めてこないとダメなのかな。これで決めてやる。
やる。てりゃあ、すごいすごい。しまった。せいっ。あのでかい鍵を使ってみろよ。入れてみるわよ。やったわ、開いた。苦労して手に入れた甲斐あったね。これで決めてやる。レイン、ついてきてるのか？うわあ、いやはや、さすがは英雄キリト君。どうしてバレちゃうのかな。私、完全に気配消してたと思うけど、即敵スキルにも絶対かからないように対処してるし。対処って、前も気になってたんだけど、それってどうやってるんだ？索敵の効力からも身を隠すって、もしかして一般に知られていない何か新しいスキルなのか？まあそんなところだね。スキル付きの新しい装備をしてるの。ほら、私レプラコーンだし、偶然自分で作成できたんだ。スキル付きの装備？それってかなりレアじゃないか。
すごいな、そんなものが作れるのか。うん、すごいでしょ。で決めてやる。
キリト、頼もしいじゃない。これで決めてやる。ストレアがいてくれると心強いよ。キリト、どうした？おい、レイン、またついてきてるのか？おお、もしや噂のレインちゃんか？わはは、キリト君さすがだな。おお、噂にたがわぬ美少女ちゃん。私、クラインと申します。キリトの兄貴分としていつも彼の世話をしているもの。あなたがレインさんですね。以後、お見知りおきを。はあ。レインさんはレプラコーンなのですね。ぜひ私めにも新たな武器を。レイン、気にしなくていいぞ。そいつは口が達者で陽気なだけのリアルではお笑い志望の男なんだ。そうそう、俺今サラリーマンだけど実はお笑い目指してて、さて違う。
て決めてやる。この先に進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。わかった、頑張ろうね。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。これで決めてやる。マナーが切れたの。これで決めてやる。待って待って、負けちゃったみたいだわ。何、しまった。わあ、大変大変。あ、そっか、びっくりしたね。よし、これでもう大丈夫だよ。これで決めてやる。思ったより強いな。ストレア、下がって回復を。ちょっとピンチかな。ストレア、大丈夫なの。わあ、待って待って。ストレア、大丈夫なの。任せてくれ。
まだ余裕だぜ。頑張って。ずあっ。これで決めてやる。これで決めてやる。楽しくなってきたぜ。残り体力に気をつけてください。回復するぜ。回復するぜ。任せてくれ。パパ、敵の体力残り少しです。これで決めてやる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 。大したことなかったな。おめでとうです。何かゲットしたけど、これ何かな。素材や武器ではないみたいだから、イベントアイテム？いつ必要になるかわからん。大切に取っておくことにしよう。必要なことはあるかしら。さて、始めますか。また来てね。
何か買うのか。いらないアイテムどんどん買い取るぜ。ありがとな、ありがとな。いらないアイテムどんどん買い取る。ありがとな、ありがとな。いらないアイテムどんどん買い取るぜ。他には何かあるか。他にはな、いつでも来いよ。お仕事をお探しですか。またいつでも来てくださいね。ここにちょうどいい人材が来たわね。人材？別に。ねえキリト、今からフィリアが見つけた温泉に行くんだけど一緒に来ない？え？温泉？スバルト・アルブヘイムに温泉なんてあるのか？うん、お宝を探してたら偶然発見したんだ。リズが温泉好きだって前に聞いてたから一緒に行くことにしたの。しかも今なら貸し切りで入れるチャンスなのよ。じっくりお湯を堪能できそうだわ。やっぱり普通に攻略してるだけじゃ気づかないような場所なのか。うん、洞窟地帯の怪しげな岩場だよ。その岩の間をかいくぐった先にあったからまだ知ってる人は少ないと思うよ。ねえ、せっかくだからあんたもって思ったんだけど、どう？俺もいいのか？うん、もちろんだよ。そうか、じゃあお言葉に甘えて。オッケー、早速出発しよう。案内するからついてきて。この岩の隙間を抜ければ。あった、ここだよ。すごい、本当に温泉だ。しかも濁り湯だなんてなかなか本格的じゃない。でしょ。ああ、ここは確かに穴場スポットだな。それじゃあ早速と言いたいところなんだけど、温泉一つしかないぞ。そりゃそうよ、銭湯じゃないんだから普通男湯女湯には分かれてないわ。だからこそあんたの出番ってわけ。え？あたしたちが入ってる間キリトには見張りをお願いしたいの。ごめんねキリト、分かりにくい場所にあるとはいえ一応フィールド内だし見張りがいた方が安心だと思って。もちろん後で交代するからお願い。やれやれ、最初からそのつもりか。そういうこと。別に普通に言ってくれても引き受けたけどな。いいよ、俺はそっちの陰で見張ってるから、まずは二人でゆっくり入るといい。ごめんねキリト。もともと温泉はフィリアが発見したんだし堪能してくるといいよ。うん、ありがとう。で、そうと決まればお先にいただいちゃいましょう。あーキリト、
くれぐれも覗きなんてするんじゃないわよ。へいへい。それじゃあお先に。また後でね。二人とも楽しそうだな。さて、俺は見張りをしつつアイテムの整理でもして待つか。よし、こんなもんか。アイテム整理はできたし、あとは二人が戻ってくるのを待つだけ。キャー！なんだ？キリト、助けてー！わかった、今行く。索敵スキルには何も引っかからなかったぞ。もしやハイドスキルをかなり上げてる敵が。リズ、フィリア、大丈夫かって。おお！な。キリト、大丈夫？ああ。まさか足を滑らせて温泉に落ちるとは思わなかったわ。それより何があったんだ。すごい悲鳴を上げてたじゃないか。それなんだけど。まあ、あれよ、ちょっとしたいたずら。いたずら？うん、温泉も満喫したし、キリトと交代してあげようって思ったんだけど、どうせ呼ぶならちょっと驚かせてみようかなって。なんだって。つまり俺は騙されたということでしょうか。あ、ごめんね。でもこんなに必死になって助けに来てくれるなんて、さすがキリトよね。そうだよね。すごくかっこよかったよ。温泉に落ちたけどさ。はあ、俺を使って遊ぶのはやめてくれ。よろしく頼むよ。